チェティンカヤ・チュルク・スポル・クリュビーは北、キプロストルコ共和国にコシアにホームを置くサッカークラブである。レフコシャ・チュルク・スポル・クリュビーは1930年に創設され、1934年のキプロスファーストディビジョンの創設メンバーの一つであり、リーグにおいて唯一のトルコ系クラブだったと合併し、名前をチェティンカヤ・チュルク・スポル・ビルリーに改めた。 1951年にキプロスファーストディビジョンに優勝。1952年と1954年にキプロスカップに優勝した。1951年に始まったキプロス FA シールドではその最初の獲得チームとなり、1952年と1954年にも優勝した。1955年に北キプロスサッカー連盟が組織されると、 クラブは、ブリンジリーグの創設メンバーとなった。ブリンジリーグでは1957から58シーズンに初優勝した。チェティンカやチュルクは、南北キプロスの、両、リーグ、カップ、スーパーカップに優勝した、唯一のクラブである。ありがとうございます。